はい、こんにちはす。レトルトと申します。13日の金曜日、実況プレイ、始めていきたいと思います。新しく、アップデートで追加されたこのオフラインプレイなんですが、そちらの、なんかいろんなものを見る、鑑賞モードみたいなのが、このバーチャルキャビンなんですけど、ただ、なんつうのな、いろんなゲームに出てくるアイテムを見るだけじゃなくて、なんか脱出ゲームのようなものが、秘密に隠されていたと。で、前回それで、なんか秘密の地下室、行ける場所の、秘密の地下室の奥には、電話があって、ジェイソンが安置されてて、パメラから電話がかかってきて、驚かされて終わったっていう、なんか謎の秘密を、一つ探ること、見つけることができたんですけども、それにはまだまだ続きがありまして、あと二つの秘密があるので、ちょっとそれを、解き明かしていこうかなと思います。これはね、英語できないと正直、もう全く見当もつかないレベルの謎だったんですけども、13日になんかものすごく書かれてますね、カレンダー。まあ、前回もね、ここで、マザーって入れると、アイテムが拾えるようになったりはしたんですけども、今回はここで、チェンジデータ。こちらですね。こちらをいじるらしいです。チェンジデータをいじって、ここを、あ、なるほど、ここを、ジューン。で、もちろんここは13日。で、1979年13日の金曜日にセットすると。これでいいのかな ?13日、1979年。これでおそらくなんか音も鳴ったので、ここに書いてある、これを見て書くのかな。いやでもこれオーガストだから違うな。何になるんだろうな。おぉ。びっくりした。エリックに今驚かされましたね。はい、この後なんですけど、地下で電話をもう一度受け取るらしいですね。前回言ったここの、隠し地下。あ、電話来てる。いや、怖いなぁ。みんなこれびっくりする可能性あるので気をつけてくださいよ。うわ。あっ、あっ、何、真っ暗、おおおるわ、あー、え、怖っ、やめろ、この斧は取れないのか、え、怖っ、びっくりした、穴開いてるかと思った、あ、え、パート3が外出てる、あいつは生きてたんだ、パート3が外出てる、ひえー、わあ死んでる、うわあ、なんかこれジェイソンっぽい殺され方してますよ、これ。なんかこういう、なんか嫌なことするんだよ、この包丁刺したりとか。なんもね。こういうの見れんのかな、なんか、エリックの首とか出てきそうで怖いわ。おお。資料とか見れるわけか。みんな死んじゃったのか、これ。ああ、え、なに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 、なに、どっから音、ここは、あ、見えなくなってる。覗き現場ですよね、これ。ああ、エリック。お前。上は、上の二人は、うわあ、うわあ、グロい、え、どこにいる、どこにいる、怖っ、え、何、もうジェイソンってさ、何があっても俺怖くなくなってたんだけど、怖いわ、もう、ああ、下から槍が、え、え、勘弁してけろ、デボラは、
アデバラ死んでたのね。外はなんか血まみれになってる気がする。ここは開かないか。いや、こわ、面白、開いてる。外出れましたね。いつの間にかに俺に傷が、外出たって感じか。おう、おいつら大丈夫？メイソンたちじゃん。メイソンとアダムと、ん？ああ、なんかお前ら平和そうだな。平和そうだな。なんかこのメイソン金髪に見えるな。ラジオがある。あら、フォックスさん、ジェイソンパート3の映画に出てくるね、女性キャラクターなんですけど。うわ、外出れた、楽しそう。こんなマップないからね、ゲームには。お、ガス缶がある。あ、またバッジを3つゲットすんのかな。おい、これ、おお、あ、見れないのか。ミッチに、ミッチに、ジョーンズ。何ジョーンズだっけ。出てこない。足早女の子ですね。ボート。おー、外結構出れますね。じゃあ次なんですけども。ケリーの死体こんなとこにあった。怖っ。完全にあれですね。もう愉快犯というか。わあ、怖っ。なんでこんなことに。あ、鍵あった。これが必要だったんですよ。まあ、二人でイチャイチャしてたからね。見せしめですね。俺は許してないぞ。ケニーのドア面白いな。ふいー。よしよし、ようやくゲットしました。ケリーの死体見つけるのめっちゃ時間かかったわ。これを使って、この鍵を使って、この納屋の鍵を開けるらしいです。3D メガネじゃ開けられないと。あいつ指導員のリーダーなんで、一応。だから鍵を持ってたって感じなんですね。はい、これでスコップをゲットするらしい。さあ、ここですね。次は、次はジェイソン小屋で、3つのワッペンを見つけるらしいですね。ジェイソン小屋なんかどこにあるんだ？あ、まずこの冷蔵庫、ちょっと気をつけてください。この冷蔵庫の鍵を、あ！鍵の番号。これ5312らしいですね。翻訳がわからないので、どうやって解くかわからないですが、はいと。おお！パメラの首が冷蔵庫に。いや、怖いな、これ。美味しそうに並びやがって。お、you know the way。 なんか喋ってますね。さあ、この小屋、このね、パメラの頭が必要らしいです。で、次、こっち行って、一方方向、この一通の、標識を越えて、左折したところに、あった！ジェイソンの声ありました。うわー、すげー面白い。作り込まれてんなー。愛を感じるよ、これ。ジェイソンの声、たどり着いたぞ。お！いつもの、セーターを取りに来る小屋ですね。これジェイソン、あれですね、パート3に出てきた、じゃあパート1に出てきたヒロインの女の子ですね、多分。さあ、ここに、パメラの首を置いてあげる。You did good. うわぁ。笑ってる。え？ちょっとやめて。来んな。パメラの首を背に。怖いなぁ。ジェイソン怒ってきそうだなぁ。パメラの母ちゃんのワッペン返せって言ってね。で、次は墓地ですね。墓地どこにあんだ？一回ちょっとこっから出るか。あったあったあった。
おお、墓地。ここでジェイソンパート6が墓地から復活するんですよね。トミーがバカすぎて復活しちゃうんですね。パメラのお墓がありますね。はい、ここだ。これをスコップを使って掘ります。どうなる？おお、ジェイソンが入っている棺桶が。海外はね、仮装じゃなくて土葬ですからね。だからゾンビの文化なんですよね。おー、グロい、閲覧注意、虫がウジが超湧いてる。これ原作でもそうでした、確かに。で、これかな、原作通りだったらこのトミーがジェイソン殺したんだけど、あいつはまだ生きてる、死んでるのにね、あいつはまだ生きてる、俺が確かめなきゃダメだみたいな感じで棺桶を開けるんですよ。で、もっと殺さなきゃみたいな感じでこれをぶっ刺すんですよね。さっきの鉄の柵をね。そしたら雷がそこに落ちて、ジェイソンがなんか雷によって電気マッサージみたいな感じされて復活しちゃうっていうね、トミーが完全に悪いっていうストーリーなんですが、あんま見ないようにしつつこれをぶっ刺す。おい、雷が落ちた。うわー、やっぱパート6だ。パート3もいんのにパート6。おー、ひえー、避けた、俺避けた。あー、危ない危ない、あた避けてねえ避けてねえ。おい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 、うわー、俺生きてる。なぜか生きてる。なんで生きてんだよ。ジェイソン・ジャービスのお墓のバッジをゲットしました。今は完全に俺死んだだろ。俺は一体何者なんだよ。さあ次は森の中にあるらしいですね。いや楽しいねこれ。さあここです。一方通行のここの森かな。入り口に血のついたマチェットが落ちてる、これかな。このマチェット、その方向に行く、その方向に行って木に落書きがある。あった。ハートのやつがある。これ迷いの森なのかな。じゃあ黄色い矢が、違う違う、矢印に沿って左に行く。はい、こっちに行けばいいのかな。あ、なんか確かに光ってるね。これが矢かな。おお、さっきケニーがね、アベレージが殺された矢かな。で、黄色い矢が木に刺さってるので発射された方向に、向かっていく。こっちか。あ、カモがいる。カモが、あ、かわいい。カモがいるのでカモの向いてる方向に行くと。こっちか、合ってるか。お、なんか埋められている感じがする。土の埋めた跡があるのでここを掘る。ほい、え、あ、あー犬か。確かにね、うわグロいなこれ。確かにこれ、なんだろう、ジェイソンのパート3かなかなんかでワンちゃんが殺されてそれをずっと探してる。あー死んじまった、メイソン。そしてこいつも。あいつらは？あれ、いない。いたよな、ここにミッチと。この二人は、大丈夫だったわけではなさそうですね。全然大丈夫じゃなかったですね。いや、おもろいゲームや、これ、本当に。神ゲーですね。もともと3900円で結構高めのゲームだったんですけど、まあ、ここに来て価格がね、間に合ってきましたね、全然。フルプライスでも問題ないやつです。さあ、すべてのワッペンを、あ！フォックスも、
フォックスも死んでしまった。原作通りの死に方かなこれ。さあここにワッペンをはめると、何が起こるんでしょうね。ほいほいほい、お車で脱出できるのかな、もしかして。あ、車じゃないか、ボートか。ほいほい、え、ここでもちゃんと脱出があるのかな、これ。おお、スピーディージェット、わーすげえ、脱出したぞ。クリアだ、クリア。一応クリアと言ってもいい。あ、警察も来てくれた、助けてー。さっき完全にあれだけどね、墓場のところ死んだけどね。嫌な予感する、すげえ嫌な予感する。大丈夫かこれ。でしょうね。うわー、これジェイソン少年だ。おー、バーチャルキャビンコンプリートアゲイン、ジェイソン少年だ。はー、これやっぱジェイソンパート1に出てくるね。もともとジェイソンは川で溺れて死んだと思ってて、それでパメラママがまあ溺れた原因を作ったカウンセラー、キャンプ指導員を殺していくっていうことで始まって、でパート1でそのパメラが殺されてしまったから、それでジェイソン、実は生きてたジェイソンがそれを見て目撃しちゃって、今後ね、キャンプ指導員とかクリスタルレイクに近づくやつを殺すっていうストーリーなんですが、いや面白かった、いや面白かったですね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バーチャルキャミ、今のところ出ているのはこの2つ。まあ完全にクリアした感じ、一応脱出した感じっぽくはなりましたね。いや、これ面白かったですね。あ、実はもう一つ、バグ的な感じの、バグ世界に行けるっていうものが、バーチャルキャビンにあるので、まあ、それはそこまで長くはないかもしれないんですけども、じゃあちょっとそれ次回、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いや、13日の金曜日、マジで好きですね。もう完全に大ファンです。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バーチャルキャビン編が終わったら、またね、複数人でやったりとか、まあ、普通にいつものように、プライベートマッチ、オフラインプレイを潜っていく形となると思うんですが、それでやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。デコルトさーん。